意見表明の場に姿を見せませんでしたビッグモーターの保険金不正請求問題でビッグモーターは金融庁の行政処分に対して意見を述べる場となる聴聞を欠席しました金融庁はビッグモーターの損害保険代理店としての登録を今月末で取り消す方針を固めていて 今回、ビッグモーターが弔問に出席する代わりに提出した陳述書の内容を確認した上で、正式に登録取り消しを決める見通しです。